21時のエルです。皆様こんばんは。はい、皆様今日も一日お疲れ様でした。皆様今日はどんな一日でしたでしょうか、よかったらコメント欄で教えてください。よろしく頼むぞ。今日私はですね、さっきまでちょっと撮影をしてたんですけども、撮影をしてた格好のまんま今日はちょっと撮ってます。どんな格好をしてるかっていうと、最初にちょっとパッケージをご紹介したいなって思います。それがね、こちら、じゃじゃん、なんて言ったらいいの、全身のボディストッキングを今着用してるんですよ。じゃ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 ん。パッケージのお姉さんがすごいセクシーなんですけど、お休み前のエルっていうシリーズ今やってると思うんですけども、それでねストレッチをまたやろうと思ってさっきまで撮影をしてまして、で普通の洋服だとちょっとつまんないかなと思って、せっかくならね、こうちょっと着たことないものを着てやってみたいなと思って着てみました。で着心地はね、柔らかいので伸びもいいし、すごく体にフィットしててね、結構着やすいです。意外にあったかいんですよ。だからちょっと暑くて冷房かけてないとちょっと体がほってっちゃうんですよ。ちょっといつもと画角が違うのは、そのちょっと全身を見てもらおうと思って、ニーハイっぽい感じのデザインになってて、ここがね、編み編みのデザインになってるんですね。でここまでがニーハイ で横から見た時に、今これ私パンツ履いてますけど、ここがね、キスマークみたいなデザインなのと、で、ね、ここも編み編みみたいなこうデザインになってます。でこれがこう今ここまでかな、このお胸のこのラインまでがボディストッキングある状態です。で本来だとお股のところがこれ開いてるやつなので、さすがにちょっとそこまでは履けなかったので、今日はその上からパンツを履いてね着用してます。こういう機会じゃないとなかなかこうボディストッキングとかこういうデザインとか着れないので、こういうのも着れる楽しみも増えて、撮影がちょっともっと楽しくなりそうです。はい、今日はボディストッキングを着たまま、動画の撮影をしたっていう日でした。はい、まあ、ちょっと今もね体が熱くてほてってるんですけども、そのほてりをなくすためにいつものやつやっていきたいと思います。さあ行くぞ。本日のご褒美はこちら、じゃ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 ん、宮崎ヒューガナッツフルーツバー、イエーイ。飲み物らしいんですよ。飲料って書いてあるんですけど、さらにこう冷やすとシャーベット状になって美味しいですよっていうことだったので、今回はちょっと冷やしてみました。ちょっと早速開けたいと思います。はい、じゃあちょっと出したいと思います。あ、いい感じに凍ってる。じゃあ今日はねこちらを食べて涼しみたいと思います。それでは皆様準備はよろしいでしょうか。いきますよ、せーの、乾杯。それじゃあまた明日も頑張ろうね、バイバーイ。じゃあちょっと早速食べてみたいと思います。あ、めちゃめちゃ爽やか。ちょっと酸っぱいんだけど、食べやすい酸っぱさ。美味しい。最高です。